明日のお洗濯情報をお伝えします。まずは天気の分布予想からご覧ください。朝8時から時間を進めて見ていきましょう。広く洗濯物の外干し日和となりそうです。ただ九州南部では朝から雨が降りやすく、その他西日本でもだんだんと西からお天気は下り坂となっていきそうです。ではアイコンでも見ていきましょう。このようにですね、オレンジ色の OK というところが広がっております。ただ広島や高知では心配、そして福岡では OK の後 NG となっております。日差しの活用はお早めに行うようにしてください。洗濯情報をお伝えしていきました。